アザーガイズ俺たちを踊る、ハイパー刑事は、アダム・マッケイ監督、脚本による2010年のアクションコメディ映画である。出演は、ウィル・フェレル、マーク・ウォールバーグ、ドーイン、ジョンソン、サミュエル・エル・ジャクソン、マイケル・キートン、エヴァ・メンデス、スティーブ・クーガン、レイ・スティーブンソンである。フィレルとマッケイのコラボ映画は、俺たちニュースキャスター、タラデガ・ナイト・オーバルの狼、 俺たちステップブラザース、義兄帝に続いて4作目である。アカデミー賞を受賞した、インサイドジョブ世界不況の知られざる真実などと同じく、2008年の金融恐慌を扱った作品でもある。ニューヨーク市系で働くナードな刑事のアレン・ギャンブルは、街へ出て捜査するよりもデスクワークを好む会計員であり、ワールドシリーズの時に誤って、 デレクジーターを撃って以来外回りから外されたタフな刑事のテリー・ホイツとコンビを組んでいた。アレンとホイツは他の刑事、特にマーティンとホッシーからは全く尊敬されない窓際刑事であった。そんな二人とは対照的にまるでアクション映画の主人公のような派手な操作をして手柄を立てているクリストファー・ダンソン刑事と PK ハイスミス刑事は多くの警察官の憧れの的だった。 だが、ある日、ダンソンとハイスミスは操作中の事故で死亡してしまう。これをチャンスと思ったテリーは、アレンを強引に誘って殉職した二人の後釜を狙おうとする。主要撮影は2009年9月23日にニューヨーク市で始まり、他にオールバニでも行われた。ヘリコプターのクラッシュシーンなどの視覚効果は、カーンデフェックスが言った。北米では、 公開初週末3日間で3554万3162ドルを稼ぎ4週目のインセプションを抑えて初登場1位となった。評論家からは概ね好意的な評価を得ており、ロッテントマトズでは188のレビュー中78%が支持してフレッシュとなった。メタクレティックでは35個のレビューに基づき64%という 広く、好意的な評価を示している。ローリングストーンのピーター・トラバースは4つ星満点で3つ、星を与えた。第1回コメディ賞で、コメディ映画賞を受賞したほか、第16回放送映画非評価協会賞コメディ映画、賞、第15回サテライト賞、ミュージカルコメディ映画賞に、ノミネートされた。監督のアダム・マッケイは、MTV のインタビューにて、本作が、 工業収入で良い成績を上げ、多くのファンを獲得できたなら続編の可能性もあると述べた。ありがとうございます。